そうですね、でも私は3歳の頃からあのミュージカルスクールに通い始めて、こういろいろダンスだったり歌だったりこういろんなことをしていく中で、小学生小6とか中1の頃あたりから自分には歌が向いてるかなっていうのを思い始めて、アーティストを目指しました。両親も歌が好きだったので、小さい時からカラオケとか行ってて、まあ、歌うのはずっと好きで、でもそうですね、アーティストになりたいと思ったの、でも初めて聴いた曲もライブも倖田來未さんだったので、やっぱライブに行って言ってから思うようになったと思います。小学3年生の時に本格的になりたいなって思ったと思います。親がめちゃめちゃ音楽が好きだったんで、普段からめちゃめちゃいろんな、まあ、洋楽が多かったんですけど聴いてて、のライブ DVD もよく見えてたので、そういうのからなんかそういうステージに立ってる仕事素敵だなって思うようになりました。保育園の卒業アルバムのイラストにはもうなんか歌手になりたいって書いてたので、やっぱそのぐらいから意識を多分してたと思います。祖母がすごくカラオケ喫茶に行くことが好き でそこで一緒に歌ってるうちに歌お仕事したいなと思って、小学校ぐらいから本格的に習ったりし始めました。なんかすごい課題とかも毎回いつも大変だったので、なんか大変だなっていう思いはあったんですけど、不安というよりかはこうがむしゃらに目の前のことを一生懸命やろうっていう気持ちでオーディションを受けてたかなっていうふうに思います。そうですね、私は他のメンバーと違ってスクールに通ったこともなくって、たまたま経験として軽い気持ちで受けたオーディションで受かって、こういうご縁をいただいたので、オーディションも1回しか受けたことなくって、だから本当本格的なレッスンっていうのをその最強歌唱が初めてだったし、自分のアウェー感も感じてたから、自分もだし親もびっくりしてたので、なんか正直こんなこと言ったら怒られるのかもしれないんですけど、なんかオーディションで残りたいっていうよりかは、もうこんな経験も多分もう一生できないなと思って、本当なんか経験、自分の人生経験をなんか増やすっていうつもりで行った感じでした。結構自分ではシンデレラストーリーだと思ってるので、まあ運もまあ才能だと才能なのかなと思うのででもそうですね、本当に今活動できてることは幸せですね。そうですね、でもみんなやっぱりオーディション受ける前からレッスン受けてるメンバーも多いので、レッスンが始まったっていうよりもオーディション合宿が始まったっていうのが正しいと思います、うん、あとはやっぱりその中で本当に目の前でメンバーが落ちたりしてる仲間を 見たりとかして、すごく多分苦しい思いもたくさんしてると思うので、やっぱりそういう日々が多分あったから知れた気持ちも多分みんなあると思いますし、なんかすごく濃い時間でしたね。私が一番最後に加入なので、まだやっぱりそういうすごく厳しい時代に一からいたわけではないので、多分他のメンバーの方がそういう気持ちは分かってると思います。でもなんかマナカがそのオーディション合宿に参加する前に、マナカが普段私たちがなんかライブとかの練習するときに立ってたステージで、マナカが歌ってるのをみんなで袖で見てて、なんか上手だなって思ってました。でも私はこのオーディション合宿の前に東京自体にまず来たことがなかったので、すごい見慣れない土地っていうのもなんか結構ドキドキした部分ではありましたね。
私は唯一メンバーの中で家族と一緒に出てきたので、家族はすごい応援してくれてましたし、友達もクラスの全員送り出してくれたので、すごい周りに恵まれてたなと思います。そうですね、私も家族も周りの友達とかも本当にもうずっと私が歌が好きなのは知ってくれてたので、もう 100% 応援して送り出してくれましたね。中学生だったんですけど、友達とか結構学年みんなで送り出してくれたりして、結構こう、まあ、寂しかったけど、まあ、それが結構支えになってたので、私もこう前向きな気持ちで上京できましたね。なんだろう、でもアカペラもその当時からも全てこう課題としてあって、でもなんか全パート覚えてきてくださいっていうような、結構アカペラをやったことがないメンバーも結構いたので、小中学生の私たちにとっては結構難しくて、すごい課題を出されてたなって、こう今振り返ってみるとそう思いますね、合宿中はみんな同じホテルに泊まってたので、こう本当朝から夜までほぼほぼ休憩なしでずっと練習してて、それが終わった後のホテルに帰った瞬間だけが本当に楽しみで、でもそこでこうなんだろ こう仲良くなれた時間でもあるのかなと思うので、まあ思い出、いい思い出として一番残ってるのはそのホテルの時間かなとは思います。覚えるのとかは本当についていくのに必死で、アカペラとかも特にやっぱ未経験だったので、もうすごく自分の音を覚えることもすごく難しかったですし、すごいこうリハーサルとかも大変なことが多かったですけど、でもやっぱりこうお披露目ってなった時に、ライブってなった時に、やっぱこうそこで初めて楽しいと思えたっていうのが、なんかまたやりたいっていうのにつながってたので、やっぱりライブで披露するために磨こうみたいな気持ちが大きかったですね。みんな初めてだったんで、アカペラをやるのは、だから結構合わせたりとか最初めちゃめちゃ難しくて、覚えるっていう自体がめっちゃ難しかったです。慣れなかったです最初は。でもアカペラに関してはもうその自分のパートは覚えるまで死ぬほど聞くっていうのは今も変わらずやってることなので、まあ慣れと積み重ねだとは思いますね。最初からうまくいったことって何一つなくて、やっぱみんなでいっぱいライブを重ねていって、アカペラも好きになって楽しくなっていきましたし、多分すごくうまく最初からできなくて落ち込む方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、その自分の一人だったのでよく気持ちが分かるんですけど、でも時間が経つことにやっぱり体が覚えていってすごく楽しくなっていくものなので、なんかとにかくめげずに頑張っていきたいなと思います。一緒に